ということで、皆さんこんにちは。法政大学アカペラサークルビーバップです。よろしくお願いします。はい、私たちは法政大学公認のアカペラサークルで、その声を使って演奏するっていうアカペラっていうものをやっています。で、こちら、まあ、今回このキャンパス企画で3バンド出させていただくんですけど、トップバッターを務めますのは、伝説のヘソヘソヘソっていうバンドです。はい、よろしくお願いします。はい、で、私たちのバンドは、なんかバンドごとにいろいろコンセプトだったりとかあったりするんですけど、僕たちはアイドル曲を中心に演奏しているグループです。なので、今まで、現代のアイドルから昭和のアイドルまで、いろんな幅広いアイドルの曲を歌ってきました。なので今回もね、皆さんの心に刺さるような演奏ができたらいいなというふうに、はい、思っております。はい、ということで、ちなみにさっきまでの教室企画、学祭期間中1回でも来たことあるよっていう人どんぐらいいますか？おー、ありがとうございます。本当に、はい、めちゃめちゃ嬉しい。そう、僕たちもね、教室企画さまざまなバンド出て、すごく楽しそうなサークルだなって思ってくれたらすごく幸いです。はい、ということで、じゃあそろそろ演奏しますか？ OK です。じゃあそれでは演奏を始めさせていただきます。1曲目は、中森明菜さんのディザイアを歌わせていただきます。よろしくお願いします。ぜひ手拍子もお願いします。ゲラ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 昭和の曲アイドル歌わせてもらったので、結構いろんな方知ってるかなっていうふうに思うんですけど、盛り上がっていただいて本当にありがとうございます。はい、
ということで私たちの、まあ、バンドをちょっと紹介させていただくと、2022年の夏ライブ、まあ、ユースっていうライブがあったんですけど、あのそちらで演奏させて初めて演奏させていただいて、そこから、まあ、学祭であったりとかサークル内イベントで数々活動させていただいてもらって 活動させていただいているバンドです。はい、今後もしかしたらあの他の機会で演奏する、皆さんの前で演奏する機会があるかもしれないので、ぜひとも今後のアカペラサークル、僕たちのサークル内イベント、注目していただけたらなっていうふうに思います。はい、ということでそれでは次の曲行かせていただきます。次の曲は、まあ、教室企画でもやらせていただいたんですけども、じゃあ聴いてからのお楽しみということで、でも皆さん絶対知ってる曲なので、超盛り上がってくれるとすごく嬉しいです。お願いします。そのために衣装着た、そうそうそう、こういう衣装、でもヒントこれですね、これです、マイク、そう、色合わせてきたんですけど、ね、ちょっとなんか系統違いですごいね、そう、淡い統一はされてないんですけど色でね、ちょっとね、そうそう、バンドの衣装みたいになっちゃはい、それではよろしくお願いします。Oh,